はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、今年最後になるかなと思うんですけど、ゲットレディウィズミーを撮っていきたいと思います。今日はまあ最近私がいつもやっている、よくやるメイクっていうのをやりながら準備していこうかなっていうふうに思います。結構メイク質問来たりとかしているので、詳しくちょっと説明もしていきながら準備をしていこうかなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速やっていくんですけれども、皆様お気づきでしょうか、私髪の毛を染めてきました。チラーン。そう、本当につい昨日髪の毛染めてきて、ちょっと暗めになりました。最近は割とずっと暗めなんですけど、気分なんですよね。最近はちょっと暗めが、でもずっと私今年明るい時が多かったっていうか、もう今年というか去年ぐらいからか、下地はこれを使っていきます。ハイトーンが結構長かったので、その反動か、最近はちょっと暗めが気分で、ずっと暗いですね。まあダークブラウン的な感じで、地毛と馴染む感じでお願いしました。暗めでって言って、で前髪もだいぶ伸びたんですけど、最近はちょっと長めでこんな感じでやっております。ただどこまで伸ばそうかなっていう感じなんですよ。まあでも結構ロングぐらいにしたいな。これのあと15センチぐらいは伸ばしてもいいかなって思ってるんですけど、ピース忘れてた。そしたらファンデーションね、これ使ってるんですけど、最近この前あのパーフェクトダイアリーさんとタイアップさせていただいた時にこのファンデを初めて使って、めちゃくちゃ良くて、このクッションファンデが超おすすめ。なんか私クッションファンデってやっぱりちょっと厚塗り感が出やすいイメージがあって、あんまり好きなファンデの種類ではなかったんですけど、このクッションファンデはね、ナチュラルについてくれるんだけど、でもしっかりとカバーしてくれて、肌もすごく綺麗に見せてくれて、でツヤ感も結構綺麗なので、最近の私のヒットコスメですね、これは。はい、ということで、そしたら次アイシャドウをしていきたいと思います。アイシャドウはまあ本当に日によって結構違ったりはするんですけど、まあ、最近のお気に入りの感じで今日はやっていこうと思うので、じゃん、こちらのパレットを使っていきたいと思います。これもパーフェクトダイアリーのアイシャドウパレットなんですけど、これも前にタイアップさせていただいた時にいただいて初めて使ったパレットなんですけど、このパレットのね、色味が超可愛くて、私がもうほんと大好きな感じの秋カラーというか、こういった感じのカラバリになっております。めっちゃ可愛くない？ではまずはこの左上のカラーを塗っていこうと思います。基本的に私はアイシャドウのなんか塗り方っていうか入れ方は結構ベースがあって、なんか横にこうグラデーションを作る方もいると思うんですけど、私はどっちかっていうと縦にグラデーションを作って、で最後に目尻と目頭をちょっと締めてあげてみたいな感じでいつも塗ってますね。下まぶたも入れていきます。なので本当にベースはそのアイシャドウの入れ方で、あとはもうアイシャドウのカラーを変えたりとかっていうのが基本的な私のメイクの構成なんですけど、ベースが塗れたので次このカラーを塗っていきたいと思います。これはちょっとブラシにとって、これも割と広めに、広範囲に私はいつも塗っちゃいますね。二重幅よりも若干広く入れていきます。続いてこの赤色のアイシャドウあると思うんですけど、これをまぶたに重ねていくんですけど、さっきよりも幅は狭めで、どうだろうな、二重幅ぐらいかなに重ねていきます。最近はねちょっとこういった赤系のアイシャドウにハマってますね。この前出したピンクメイクの動画、なんかすごいピンク似合うっていう風に言ってくださった方が多くて、そこから結構ピンク使ったりとかもしてるんですけど、ちょっと赤系がやっぱり私の中では最近のブームなので、ピンクだったり赤だったりをよく使ってますね。今と同じカラーを取りまして、次反対側のこっちの斜めカットの方のブラシにとって、下まぶたの目尻側にのせていきます。ここの目尻をなんかこういった赤系のカラーで塗ると、個人的にはすごくなんか盛れる感じがするので結構好き。なんかブラウンよりもちょっと抜き感が出るし、血色感も出るから可愛いんですよね。こんな感じで塗れたので、続いてブラウンのカラーを取って、今度は太めの方に取って、これをこの上まぶたの目尻の方に重ねていきます。これはちょっと目尻を引き締めるために塗っていくんですが、幅的には二重幅ぐらいかなに重ねていきます。で私はこっちの目頭の方にも入れるのが好きなので、こちら側にも入れていきます。だいぶ違いますね。
はい、このような感じでアイシャドウ塗れたんですけど、次にこのアイシャドウパレットを使っていきます。これがね、本当に私のメイク動画を結構見てくださってる方なら伝わると思うんですが、このね、一番上のカラーをいつも私はこの涙袋に塗ってるんですけど、このね、アイシャドウパレットもうすでに廃盤なんですよ。で、毎回ちょっと新しいの見つけないととか言ってるんですけど、なかなかこのカラーに似てるアイシャドウを見つけられていなくて、これがね、私の涙袋にはね、一番合うんですよ。こうやってメイク動画で紹介するときも参考になんないじゃないですか、みんな。私、自分も困るっていう。まあ、まだ結構あるので、当分は大丈夫かなと思うんですけど、これがなくなったとき、私がまだそのときに涙袋のメイクをしている場合、困るじゃないですか。だから早く新しいのを見つけたいっていうのを何百回と言ってきてます。すいません、ちょっと。つけるまで使わせてください。今涙袋にこうハイライト的なカラーを入れたので、次は影を描いていくんですが、このねヒースのビルドオンっていうカラーなんですけど、単色のアイシャドウで、これがね影にめちゃくちゃ良くて、私はこれを大愛用してる。これちなみに2個目ですね。この前新しくまたゲットしてきました。ちょっとこのなんて言うんだろうな、グレージュっぽい感じのカラーっていうのが結構影っぽい色味を出してくれるので、すごく、ね、自然な感じで影が作れて、このアイシャドウも結構好きですね。こんな感じで涙袋を爆誕させましたら、次アイラインを引いていきたいと思うんですけども、最近これまで結構私ペンシルでアイラインを割と描いてきたんですけど、最近本当にここ最近またリキッドを使うようになりまして、ウズのアイラインなんですけど、このダークブラウンかな、あ、ブラウンブラックでした。まあそういう系のちょっとブラックでもなくブラウンすぎもしない、この絶妙なカラーっていうのを私はいつもアイラインで使ってるんですが、本当にこれはなんていうか慣れというか、特にはっきりとしたポイントがないんですけど、私はでもいつも跳ね上げが好きなので、基本的には最後の方は絶対にクイッて上がるようにしてますね。なんか目尻からもう急にガンって上がるのもまあ可愛いと思うんですけど、私的にはちょっとこう一回延長させてから跳ね上げる感じ。でも延長させすぎてもちょっとなんか不自然なラインになっちゃうので、なんか本当にそれぞれの目の形によっても違うと思うし、何回か回数を重ねて自分のベストなアイラインの角度だったり描き方を見つけるのがいいと思います。こんな感じかな。私的にはあの右側の方が描きやすいので、最初に左を描いてからそっちに合わせる形で描く方がうまくいくので、そうしてます。ちょっと一回集中します。私はアイラインを斜めに引くのが好きですね、やっぱり。どちらかというとですよ、どちらかというと私は多分縦に目が大きい方なので、横幅を出すために長くアイラインは引くのが好きですね。なんか今日でもちょっといつもよりも角度が強いかも。次にこのペンシルのアイラインを使うんですけど、私もペンシルのアイライン最近ずっとこれしか使ってないレベルでこれを愛用してるんですが、デジャブの密着アイライナー極細ってやつを使ってます。これも、ブラウンブラック、これはダークブラウンでした表記がダークブラウンだったを使ってるんですけど、今目尻の方は引いたので、ペンシルでは目頭の方を引いていきたいと思います。粘膜あたり、この際を埋める感じで塗っていきます。黒目のこの内側のラインぐらいまでかな。全部は引かず前半部分だけ引いていく。ここからまたつなげるようにちょっと目頭をはみ出す、切開ラインを描くような感じではみ出してから、この下の目の際にもちょっと軽くラインを引いていくんですけど、ここはもうなんか描くってよりは本当なんだろう、軽くなぞるぐらいの感覚でも意外とちゃんと色ついてくれるので、アイシャドウを塗るようなイメージで引いていきます。そしたら次ビューラーをしていきます。ビューラーをしたらいててて、マスカラを塗っていくんですけれど、私はとってもまつげが下がりやすいタイプなので、キャンメイクのクイックラッシュカーラーを使っていきます。もう私ずっとこれ使ってるんですけど、本当に落ちた日ないぐらいのレベルで、雨でもめちゃめちゃカールキープしてくれるので大好きです。根元にちょっとクイクイとつけて、あとは溶かす感じ。コームタイプっていうのもねいいんですよ。すごい綺麗にマスカラついてくれるので、ダマになりづらくって、そこもすごい
好きなポイントです。ただメイク落としの時にクレンジングだけでやろうとすると落ちない時があるので、絶対にキャンメイクから出てる、キャンメイクのやつじゃなくてもいいかもだけど、マスカラリムーバーを使うことをマジでおすすめする。もうセットで売ってもいいんじゃないかって思うぐらい必須アイテムですね。でもただめっちゃボリューム出したいとかめっちゃまつげ伸ばしたいとかっていう方はちょっと物足りないかもしれないですね。本当にカールキープがメインぐらいの感じで、ダマにならない、割とナチュラルな、ナチュラルでもないけどちょっと綺麗な感じのまつげは作りやすいけど、でもなんかベースとして落ちないようにするために塗るみたいなのはすごいいいと思います。で、私最近ずっと結構まつげ、上まつげだけ塗ってたと思うんですけど、これもまたここ最近の話なんですが、ちょっと下まつげも塗るのにハマっちゃってます、また。まあ、でも下まつげもそんなにこう、ギャンギャンに塗るっていう感じではなく、どちらかというと、一本一本を目立たせるというか、っていう感じで、そんなにつけすぎない程度に塗ってるんですけど、下まつげはこの、メイベリンのスカイハイを塗っていきます。私的にこのスカイハイ確かにまつげ伸びるしいいなとは思うんですけど、カールキープがやっぱりどうしても私のまつげではできなくって、そうだから上まつげにはしっかりカールキープできるやつを使って、で下まつげはこのスカイハイでちょっとこう一本一本伸ばすような感じで使ってます。目尻はあんまり塗らないかも、この辺で止めるイメージで塗ってます。はい、こんな感じで下まつげを塗れたら次は眉毛をやっていくんですけど、最近私初めてハリウッドブローリフトやったんですよ。眉毛のこう眉癖をこうなくして眉毛を自由自在に形を変えられるみたいな、立ち上がりをしやすくしたり毛並みを出しやすくしたりするってやつなんですけど、それをやってきて今眉毛がね本当に割と自由自在に立ち上がったりするんですよ、こうやって。なのでまずブラシでこうやって毛流れを作っていきます。やっぱりちょっとこう海外チックな綺麗に立ち上がった眉毛っていうのめちゃ憧れてたんですけど、私の眉毛ではできないだろうなと思ってたけど、やっぱりこうやってもらった後すごい毛流れが作りやすくなったっていうか立ち上がりやすくなったので、ちょっと定期的に通いたいなって思ってる。私は眉毛はちょっとこう馴染ませる方が好きなので眉マスカラをしていきます。眉マスカラするとこの毛流れもちょっとこう固定できるっていうか固まってくれるので、日中の眉毛の整える時間とか整い方が全然変わってくるので、眉マスカラで今作った毛並みをさらに整えるイメージでつけていきます。色をつけたくないっていう方はクリアな眉マスカラとかもあったりするので、眉マスカラというか眉コートみたいなやつもあるのでそれを使うのがいいと思います。こんな感じでとりあえずマスカラつけたら、これだけだとあれしもたなんか眉毛形おかしいよって思われると思うんですけれども、そう、私左右で多分眉毛の生え方というかが違うのでどうしてもね左右非対称になっちゃうので、そこをこのこれがちょっと画期的なんですけど、ケイトのダブルラインエキスパートっていうリキッドのライナーがあるんですけど、これでマジで一本一本を描くイメージで付け足していきます。今見ると私こっちの左の眉毛のこの上の部分がちょっと薄くなっているので、ここにこのライナーで本当にちょっと入れるだけでもこうやってちゃんと色ついてくれるので、これをちょっと様子を見ながら自分に足りないなって思うところを軽くなぞって付け足していきます。やっぱこの毛並み感で言うとやっぱりリキッドのライナーの方がリアルな感じに見えると思うので、でも私眉毛はちょっと明るめが好きだからダブルラインに使っていく。このライナーがすごい調子が良くて、最近は本当にここ最近ですけどこんな感じで眉毛描いてます。で眉尻の方もアイラインを引いた分目の幅もちょっと大きくなって見えるので眉尻の方も付け足していきます。というわけでこのような感じで眉毛を描き終わりました。ちょっとまだ慣れないんですけど頑張って左右対称になるように描いてみました。そしたら続いてノードシャドウをしていきたいと思います。さっきの涙袋の影に使ったこのヒンスのアイシャドウを使っていくんですけれども、前まではでも私眉毛からつなげる感じで描いてたんですけど、最近はこの目の彫りに合わせて影は入れるようになりましたね。よりこう自然に見えると思うので、ノーズシャドウって言ってるんですけど、この
この目尻の方の骨のくぼみのところにも入れてあげます。私いつも普段メガネなのでこの鼻当てのところがどうしても跡がついちゃってるんですけど、気にしないでください。で鼻先は乳を描く感じで入れていきます。いつも私この同じアイシャドウでこのフェイスラインの方とかもシェーディングしてたんですけど、最近ちょっともうちょっとこうあったかみのある感じの色の方がいいかなって思って、これもアイシャドウパレットなんですけど、このフリーの右上のカラーを使ってます。こんな感じの、さっきよりももうちょっとこうあったかみのある感じの色を使って、このブラシにとってこの頬骨のところにまずちょっと入れて、で本当にこのフェイスライン骨に沿って入れる感じ。はい、今シェーディングまで終わったら次チークを入れていきたいと思います。チークは私は本当に最近はちょっと濃いめにハマっていて、ずっと割としっかりと入れているんですけれども、このシャネルのチークのパレットがあるんですけど、ここのカラーピーチピンクみたいな感じのカラーを使っていきます。このチーク自体にちょっとパール感濃い質感があるので、これ塗るだけで割とツヤ感が出るっていうか、上品なツヤが出て可愛いんですよ。これを結構ガッツリ塗っちゃいます。割と内側からこめかみにつなげる感じで塗っています。あとはこの鼻の中間あたりにチークかけてあげて、ちょっと日焼けチークっぽくもしたいし、冬なのでやっぱりちょっとこの鼻先にもね入れて、入れすぎじゃないって思うかもしれないんですけど、最近は本当にこういったメイクにハマっていまして、海外で去年ぐらいから多分流行ってると思うんですけど、アイムコールドメイクっていう、寒い時ってやっぱり顔がちょっと赤くなったりするじゃないですか、雪の日とか、なんかそういうのをイメージしたメイクって言って、結構もう本当にアイシャドウにもピンク系のカラー入れたりとか、チークもこんな感じでめちゃくちゃ濃くピンク系入れたりとかっていうメイクがあるんですけど、そのメイクがすごい可愛くて、ちょっとそれっぽい感じでチークも結構大胆に最近は入れちゃってます。今でも結構重ねたんですけど、このチークは割とナチュラルな好きな感じがするので、そこまでこう激しくピンク味が出ないから、まあこれはチークによって変えるのもいいと思います。続いてハイライトを入れていくんですけど、ハイライトはもう最近はずっとこの MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードを使ってます。なんかもっとラメ感の強い感じのハイライトも好きなんですけど、最近はちょっと上品なツヤ感というかにハマっているので、チークもちょっとハイライトっぽい輝きがあるので、自然なツヤ感が欲しいのでこのハイライトを使っております。あとはリップだけですね。リップはもう本当に正直いろんなリップを使うので、その日の気分で結構変えちゃったりとかはしてるんですけど、まあ中でも最近ちょっとまたハマってる感じがあって、最近私またちょっとダークリップにハマっていまして、結構しっかり暗めな濃い感じのリップが好きなんですけど、今日はこの前韓国行った時に購入して購入品紹介でも紹介したフェンティのこちらのリップを使っていこうと思います。これがね本当に可愛いんですよ。アンベイルっていうカラーなんですけど、でしかもマット、最近私ずっとツヤ系使ってたんですけど、やっぱりマットもマットで可愛いなと思って、ちょっとまたマットリップにハマりそうな予感がしてますが、本当に結構ブラウン、ちなみにこのリップはやっぱりちょっとマットっていうのもあって、乾燥は気になっちゃうので、ちょっと今私忘れちゃったんですけど、塗る前にリップベースだったりとか普通にリップクリームとか塗ってからリップ塗った方がいいかなと思います。はい、ということでこんな感じでメイクは完成いたしました。ちょっと全体的に色味は濃いめなんですが、やっぱり私はちょっとこういうメイクが好きなので最近よくやっております。ということで次髪の毛やろうと思うんですけど、ちょっとその前に一旦着替えていきたいと思います。はい、ということで着替えてきました。今から髪の毛をやっていきたいなと思うんですけれども、前に私が韓国に行った時にやっていたウェーブヘアみたいなのがありまして、最近ちょこちょこやってるんですけど、それの質問を結構いただくことが多いので、それをちょっと今日は説明していきながらやっていこうかなって思ってます。まあちょっとブロッキングを
軽くやっていきます。まずこの下の方からやっていくんですけど、私がまあ何回か YouTube に上げているウェーブヘアのやり方と本当に変わらなくって、ただただアイロンでウェーブを作っていくっていう感じなんですけど、私がちなみに使ってるのがこのリファのアイロン、ストレートアイロンを使ってて、温度は180度してます。なるべく少量ずつの方が綺麗かな。これでもう本当にこうやってただただウェーブを作っていくだけで、まあこのウェーブも自分のこの好みの感じっていうか、回数増やせばもよりこう細かいウェーブになるし、ちょっと回数減らしたら緩やかなウェーブになると思うので、その時の気分だったりやりたい雰囲気に合わせてそこは変えていくのがいいかなと思います。私はいつもウェーブの始まりを交互にするようにしていて、山から始めたら次のブロックは谷から始めるみたいな。あと毛先も、毛先までちゃんとウェーブを作るか作らないかでも雰囲気変わってくると思うので、そこも自分の好みにはなってくるかなと思います。とりあえずこんな感じで片方終わりました。下のウェーブが終わったので次は上のウェーブをやっていきます。で、私みたいにこう前髪がない方で、前髪ってどうしようかなって思う方もいるかもしれないんですけど、これも本当に好みになってくると思います。私がその韓国に行った時はもう全部前髪もウェーブにしちゃったんですけど、なんか前髪ウェーブにするとちょっとしっくりこないなっていう方とかは普通に流すだけでも全然可愛いと思うので、ここはどっちでもいいかなと思います。私は今回はどうしようかな、緩めでウェーブにしてみようかな、流しつつ。前髪のウェーブを作るときは多分最初は山から始めた方がトップにボリュームが出やすいと思うのでいいかなと。コテをひっくり返す角度っていうか、この手首の角度によっても結構変わる気がしてて、やっぱり手首をグッて思いっきりひねりながらやってあげると、それだけやっぱウェーブも濃く強くつくので、こうやってやっててもあんまりウェーブがつかなくてもうちょっとつけたいっていう方とかは、よりこう手首の返しを強くしてあげるといいかもしれないです。で、あともう一個ちょっとポイントで言うと、やっぱ自分のこの利き手側の髪の毛ってどうしてもコテをこうやって持ってる分、後頭部側がこうちょっと下がって行っちゃうと思うので、ちょっと斜めになっちゃうと思うんですよ。なのでなんかこうなるべくこの前の方を本当に下に下げるような感じの気持ちぐらいでやってあげた方が綺麗にこうまっすぐウェーブついてくれるかなって思います。なのでそこをちょっと私は意識してやっているかな。なんかやっぱアイロンをこうやって持つとどうしてもこの真横から見た時に後頭部側、こっち側がちょっと下がっちゃうじゃないですか、こうやってやる時に。なのでちょっとこのアイロンの先端側をちょっと下に向けるようなぐらいのイメージでやると地面と水平にウェーブができると思うので、そこをちょっと意識してやっていくといいかも。毛量だったり長さにももちろんよるんですけど、慣れると本当に多分15分とかで簡単にできちゃうと思うので、意外と工程もまあそんなに、なんて言うんだろう、特別テクニックがいるみたいな工程もないので、本当に慣れちゃえばマジで超簡単なアレンジだと思います。前々から私言ってるんですけど、あんまりヘアアレンジが好きじゃないのと得意じゃないので、今までそこまでアレンジをしてこず、やっぱヘアまで可愛いと一気に垢抜けたりおしゃれに見えるので、最近はちょっとずつちょっとずつやれるヘアアレンジを増やしていこうと思って、いろんなヘアアレンジに挑戦してはいるんですけど、やっぱり難しいですね、髪の毛ってなんか思うようにいかなくて。はい、ということでこんな感じかな。ウェーブヘア完成いたしました。ちょっと後ろも見ていただきましょう。こんな感じです。ちゃんとできてるかな、全部。ちょっとまだ私後ろ見てないから不安なんですけど、こんな感じで完成しました。これが最近私がよくやっているウェーブヘアのやり方です。はい、ということで最後コーディネート紹介していきたいと思います。本日のコーディネートこんな感じにしてみました。じゃーん、見えてるかなっていうか、ちょっとスペースが止まりなくて申し訳ないんですけど、見えてますでしょうか。今日はもうちょっとクールな感じ、メイクもちょっと強めな感じだし、全体的にコーディネートも強めな感じを意識して組んでみました。あとはやっぱ今日髪の毛がちょっとふわっとボリュームのあるヘアなので
ので、コーディネート、お洋服は全体的にちょっとスマートなシルエットを作るように心がけてます。まあ、でも、このね、ファーのバッグでちょっとボリューミーな感じで、冬っぽさも取り入れて、コーディネートしてます。1個ずつ紹介していくと、まずこのコート、レザーのコートなんですけど、これはザラのコートになります。何年前だろうな？1、2年前ぐらいかなに買ったコートです。レザーのロングコートって決まりますよね、なんかかっこいい雰囲気が。このインナーが、これがアベンマのシアートップになっております。中は黒のキャミを重ねて着てます。で、これちなみに首元がね、本当はハイネックのトップスなんですよ。ちょっと今日はバランスを見て、このハイネック部分を内側に折り込んで、ちょっと首を短くして調節して着ております。このグラデーションがすごい綺麗で可愛くてお気に入りのトップスです。で、パンツもアベンマのカーゴパンツ、ナイロンのカーゴパンツなんですけど、いろんな仕掛けがありまして、前のポッケも可愛いし、あと裾もこれ実はアジャスター付きなので、まあ、シルエットも絞って履くこともできるっていうのと、ふくらはぎの中間あたり膝下のところにもアジャスターが付いてて、これをもっとギュッと絞るとちょっとシルエットが変わるんですよ。わかるかな、見えるかな、これちょっとフレアっぽくシルエット変わったりとかして、結構いろんな自分の好きなシルエットを作れるパンツになってます。そしてこのバッグなんですけど、これはね H&M のバッグです。見つけた瞬間に可愛いと思って即買いでした。めっちゃ可愛い。これしかも結構大きいので意外と中もたっぷり入ってくれて嬉しい。超可愛い。持つだけでポイントになるのでめちゃくちゃいいバッグをゲットしました。で、足元のこのヒールは、これ実はロングブーツなんですけど、こんな感じで、これはH&M ステリオのヒールになります。このつま先の尖ってる感じがめっちゃ可愛くて、エッジの効いたスパイスを効かせるアイテムとして加えてみました。はい、ということで本日のコーディネートはこんな感じです。ということで、こんな感じで準備が完了いたしました。最近のお気に入りのメイクと、あとは質問いただいていたこのウェーブヘアを紹介できたので、よかったかなって思います。今年多分最後の Get Ready With Me になったと思うんですけれども、また来年も Get Ready With Me もね、いろいろ撮っていけたらいいなと思います。まだなんかしっかり冬っていう感じはしないですけど、まあ、でもだんだんとちょっと冷え込む時も多くなってきたので、みんなも体調管理気をつけて元気に過ごしてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。